映画約束のネバーランド公開初日スペシャルインスタライブ。早いというか、いや大体9来たら行くもんやと思ってるからね。ないですから、まだ。よろしくお願いいたします。役の間大輔、司会進行のお二人の上でございますが、さあ、コミックスの全世界での累計発行部数が2500万部を超えた人気漫画約束のネバーランドがついに本日、劇場公開を迎えまして、今回キャストの方が来てくださっております。この後ね、舞台挨拶などありますので、はい、いろいろ貴重な意見聞けると思いますので、まずお一方ずつ自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今回エマ役を演じさせていただきました浜辺美波です。楽しみです。よろしくお願いします。さあ、そしてはい、レイ役を演じました城海里です。はい、まあすごい初日こんな状況ですけど、まあ、初日を迎えられてすごい嬉しいです。お願いいたします。さあ、そして、はい、皆さんこんにちは。エマ役を演じました板垣理人です。去年撮影してる時は1年半後かと思ってたんですけども、本日公開ということで、うん、皆さん楽しんでいただければと思います。お願いいたします。さあ、ラスト。はい、クローネ役を演じました渡辺直美です。みんなと久々にお会いできてすごい嬉しいですし、すごい嬉しいです。楽しみです。同じこと言う。同じこと言うさやな。それぐらい嬉しかったということだもんね。嬉しかった。よかったです。さあ、私先日ですね、はい、平川監督、そして村瀬プロデューサー、うん、編集の杉田さん、うん、で、ドン・ギルダ・コニー役の皆さんにインタビューをすごいさせていただいたんですけれども、そちらの模様はツイッター、インスタグラムでは約束のネバーランド公式アカウント、うん、YouTube では東宝ムービーチャンネルで公開されてますので、ぜひ結構、いろんな裏側の話もいっぱい聞きましたので、うん、そちらもご覧になっていただけたらなと思うんですが、はい、そんな中ですね、このインタビューの中でいろんな話が飛び出したんですよ、皆さんの、はい、このエピソード、一体誰のエピソードか皆さんは分かりますかという、まあ、ちょっとしたプチクイズ出しますので、はい、それを答えていただけたらなと思います。はい、じゃあ、まあ、ぜひ全問正解を目指していただきたいなと思うんですが、正直ほとんど間違いようないです。だから無理してボケようとか、はい、無理して外そうとかしなくていいです。あ、そうなんだ。すっごい簡単です。一発でもみんな当てちゃっていいですか？絶対当てです。ね、お一方ずつ聞いてきますんで、はい、一問一答スタイルになってますので。一問一答スタイル、はい、あ、ではまずは原作を熟読していた浜辺美波さん、はい、この原作キャラにスタイルがそっくり、ジャンプの編集担当杉田さんが日本人で唯一この役名で呼びかけても違和感がないハマり役と絶賛した方がいらっしゃいます。今回のキャスティングの流れ、うん、みんなじゃない、まあ、みんなそうなんですよ。全員ハマり役と言ってるんですよ、はいはいはい、で中でもこの人はもう抜群にハマった、手応えありっていうキャスティングがあるそうです。なるほど。さあ、一体誰でしょうか？じゃあギルダ。違います。外したんだ。だってこれ当てていいのかって分かんない。当てていいです。あ、じゃあノマ正解です。当ててええねん。なんで何より外そうとすんの。ダメかなと思って。外したことによってギルダ役が悲しむ。そう、違う、みんなってるから。そう、まあ、みんなハマり役なんですけど、はい、杉田さんがもう本当全員敵役っておっしゃったんです。本当に、うん、今回もう誰一人違う人いないぐらい、うん、なんですが、中でも板垣さんのノーマンという響きに違和感がないと。そう、で、日本人なのに地毛かと思うぐらい銀髪が似合ってて、すごくハマり合ってることですけれども、どうですか板垣さん、こう言われてますけど。いや、なんかね、こっぱずかしいですね。いや、なんかもちろんその、なんだろう、日本人がやっぱりノーマンやるってね、なかなかハードル高いと思ってたので、はい、なんか前髪とかね、結構短いですし、うん、どうしたもんかなと思ってたんですけど、ハマってたようで嬉しいですね。いや、めちゃくちゃ似合ってました。もちろんエマもそうですし、レイも、全員ハマってるんですけど、中でもノーマンが一番日本人が演じる中で難しいだろうってされてたので、それをやっぱり難なく超えてきてるあたり、素晴らしかったです、うん、ありがとうございます。さあ、では続いてのエピソード、ジョーさんに当てていただけたらなと思います、はい、これもこんなイージー問題ないです。当たる。撮影中、共演者をたびたび笑わせて NG にしてしまった人は誰ですか？はい、まあ、
これは渡辺直美さんです。正解です。私逆にあなた以外いないみんなちゃんとやってますあなた以外がそれやってたら大問題確かに確かに実際どうやっての直美ちゃん。え、結構大変でしたね。あの大人チームの一発目だったんですよ、うんうん、それまでは子供たちだけで撮影してて、うんうん、で大人チームの一発目で私北川さんより先に私が入って、はい、で結構深刻なねシーンがあったりとか、うん、で結構私もドキドキしてたんですよ。でそのまま鬼ごっこのシーンとかあったね、うん、それがね、うん、大変だったよね。大変でした。2人はね足早くてそうか、こう追いかけ合わなあかんから。そうですね、やっぱフローでもとんでもない体力の持ち主ですから、うん、もう緊張ある中でもここはもう思いっきり私も走ろうと思って坂道バーッと走ったら転んじゃったんですよ。結構転んで転がっちゃって、でもスタッフさんも大丈夫ですかみたいな、2人も大丈夫ですかって言ったら芝生だったんで大丈夫です、怪我はなかったんですけど、そこにデカめの糞が落ちてきて、マジで、そう、糞の上にゴロゴロゴロって転がっちゃったっていうことで笑ったねって話です。それ以外にもあるはずそんな特大エピソードの話じゃないね、こっちは。だって俺先に見させてもらったけど映画、はい、あのまあ直美普段から知ってるやんか、はい、映画を見ててあ苦労ねやなと思ったよ、はい、でも見てください、わかりますから、2,3 度こいつ本気で笑かしに行ってるんだよえ、ありました。あるある。うっそ、あ、ふざけてるなみたいな、はい、結構怖い感じで行ってたと思うんだけど、あったよね、そういうシーン。いやもう本当に演技が面白すぎて、その、うん、面白い動きとかやる、うんシーンがすごい多かったんで、うんまあ、その僕とドンと2人すごい笑ってて、うん、笑っちゃってなかなか、うん、笑ったら NG になるしね、はい、めちゃくちゃ監督から注意入ってました。ダメだよ笑っちゃーって怒られてました。直美にやりすぎだよとはならなかったですね。なんで、うん、それ我慢しろと。我慢、はい、それは大変やんか。逆に監督からもっとやってくださいって言われてたんで、私はもっと強く、そう、足りない、もっと出してくださいって言われたんで、これ映画見ていただいたらその部分分かりますよね、はい、うん、さあ続いて3つ目ですね、板垣さんお答えください、はい、生徒役の子たちから仕事と勉強をどう両立するかの相談に乗ってあげていた人がいる、これはどなたでしょうか。え、両立、はい、生徒役の子たちから仕事と勉強をどう両立するかの相談に乗ってあげていた、だから演技というよりかは裏側の話かな、多分子役の方もいっぱいおったから。誰だろう。浜辺さん。正解です。乗った覚えがない違うと、あれ、いやいやいや、私の手元の資料ではあの南ちゃんがあの現場でなんかすごい共演した子供たちにとあのコミュニケーションを取っていろいろ教えてたと。え、いやでも今リヒちゃんもそんな、みたいな顔して